はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。精霊ルビスの塔ですね、まあ攻略中なんですけど、まあちょっと道が分からず頭を使いみたいなことを言ってきたんで、ここ落ちればいいのかな。もうそれくらいしかね、思いつかないっす。スターキメラがね、ちょっとね厄介なんで、カトン、もうねどっかを落ちる。とりあえずあともう一個あったな。なんかここ一体何なんだみたいな、上の方っすね。ここが違ったらちょっとそっち落っこってみましょう。あとちょこちょこなんか落ちるところがありましたからね。てかもう落ちることしかわかんないっすよ。お、ビビが33になった。お、ユフィもレベルが上がった。ユフィ神羅万象でも終わりかな。うおーい一番スタートに戻されたんだけど、マジか。あとはちょっとここなんじゃこりゃって言ったとこだな。これ落ちてはかてか勇者いねえし聖水は重要だな。クソ、こいつめ教えてくれたっていいじゃねえかよ。そんなに俺をルビスに合わせたくないのか。あれどっち、ここもね、なんか落ちるところといえば落ちるところなんだけど、ちょっと違うと思うんだよね。なんであの上のところっすね、あそこを落っこってみましょう。水遁が多いな。さあ長くらい、結局これピサロまで、あ回ってきたけど攻撃で良さそう。よし、さらに上か。何回ここのセーブポイント来てるんだ。左行って上だっけ。ちょっと聖水は使っておきましょう。あれ違う、これ召喚獣が見えるって言ってただけだ。あれセーブポイントのところから右でしたっけ。なんか場所があんまり覚えてないな。これ防御でいいや。黒魔法を使って、で、どうせピサロに回ってくるんで、そうだな、ユフィと、あはこういうパターンになるんだ。ブーメラン。ブーメラン投げればいいんだ。まあ、雷神とか安いっすけど、お金がかかるんで、節約をしないといけないっすね。あれ、ここの左だっけ。あとこの何もない部屋もちょっと気になるといえば気になるけど、一応調べたは調べたんですよね、あそこ。なんで怪しいところといえばもうあとここしかないっすね。うわ、ミスった。すっげえミスったな。どうなってんだ。ユフィのやる気のなさを感じるな。ブーメランを適当に投げる。しっかり狙って投げろよ。この上だったと思うんだけどな。あ、そう、ここをちょっと怒ってみましょう。全然わからん。こうか。あー、なんか来た。これ来たんじゃないですか。ガシャーンと。大丈夫っすよね。なんか実は1階とか、その1階の行けるとことか、そういうオチじゃないっすよね。くらえ。強い。200いくようになったな。なんもねえし。左か？あ、階段ありますね。これはね、落ちたくない。左、右に行くから下か。おー、びっくりした。ちょっと、ミスった。危ねえ。落ちるとこだった。
もうユフィは攻撃でいいや。あんまり変わらなくなってきたな、忍術と弱点つく。おお、激しい炎。いや、クバーハのあるなしでは全然違うな、やっぱり。金持ちだな、1500円って。お、なんか、それっぽい感じになってきたよ。まあ、聖水は、毎回毎回かけましょう。おお、セーブポイントがある。珍しいな、セーブポイントが2つあるダンジョンって。まあ、一応寝ましょう。多分これでボスのはず。まあ、ルビスを閉じ込めてるボスがいるんだか、なんだかわかんないですけど。あ、それっぽいとこに出てきたな。ここがボスの間か。ガシャーン、石にされてる。マジか、石溶けんのかこれ。その前に邪魔者が来た。溶け、ルビスの封印は溶かせん。貴様らでは相手にならん。うお、ここヘル吹雪。痛い。なんか二軸弱食べるとなんか覚えそうだな、ドラン。これだとちょっとアモールの水で回復させて話しかけましょう、こいつに。話しかけられるのかどうか知らないけど。ミカミックスは目の前の石像を眺めた。不思議な気品の漂う美しい女神像だ。おお、なぜか呪いが解けた。ミカミックスとその仲間たちですね。私にはあなたたちがやがて来ることが分かっていました。私は精霊ルビス、このアレフガルドの大地を作ったものです。はるか昔、勇者ロトは4つのクリスタルの力を用いてエクステスを封じ込めることに成功しました。しかし長い時を経ることによって封印の力は薄れ、そればかりかエクステスは新たな力、無の力を手にしたのです。エクステスが無の力を完全なものとした時、それは世界の消滅を意味します。何としてもそれまでにエクステスの野望を阻止しなければなりません。そのためにも今からあなたたちにその力があるかどうか確かめさせていただきたいのです。準備ができたならば声をかけてください。お前と戦うの。まあ一応準備させてくれる。まあアモールの水使ったから大丈夫でしょう。おお、お前は三頭身ではないか。完全に三頭身だな、ルビス。 FF6 の、しかもこいつ闇に弱いし、なんかいけそうな気がする。弱点さえ分かればね、なんかいける気がするんですよね。お、年次ボール。わあ、これ痛い。結構強い。ビビどうしようかな、溜めよっかな。ちょっと闇に弱いっていうのが分かったんで、ビビ少し無理させよう。で、一応ちょっと免許指示貼っとこう。お、危ねえ、グランドクロス強そうだ。いくつ食らう。うわあ、これは貼っといてよかったな。明鏡止水で、ビビもう一回ためよう。テンション20で、これやってる間になんか明の剣で殺してもあれだからな。うおー、年次ボールまた来た。痛い。おお、危ねえ。年次ボールはあれか、スカラ関係ないのか。じゃあビビのテンションを50にして、次フレア打つか。死ぬなよ、ここまで来て。ビッグバーン。マジか。5218、ビビを最優先で回復させろ。よーし、このヒットポイントの少なさがね、どうにもネックだよな。よーし、いくぜ。テンション50のフレア、くらえ。そしてピサロもゲージが溜まってる。これは、うおー、1260、超強え。終わりだ。615、オーケー。いやー、命の剣が効いたっていうのがかなりでかいっすね。ルビス、ビッグバーン結構強かったな。でも、お、女神の指輪、お見事です。あなたたちがロトの意志を継ぐものにふさわしいものであると認めましょう。さあ受け取ってください。かつて勇者ロトが使った剣です。マジか。これはロトの剣じゃないか。おお、ロトの剣を手に入れた。勇者ロトは遠い将来、エクスデスが復活することを予想し、
その剣を私に託したのですっていうか勇者ロド、じゃあさ、自分のやった仕事がさいつかダメになるっていうこと分かってたのしっかり仕事しろよ。自分の力を受け継ぐ勇者が現れたら渡すようにと、これでようやく勇者ロトに恩返しをすることができました。遥か昔、私はエクステスの呪いを受けてこの姿を石に変えられてしまったのです。その時ロトに助けてもらった恩を私は今でも忘れません。なんでじゃあ今も石になってたの意味がわからん。さあ行くのです、ミカミックスとその仲間たちよ。世界の行く末はあなたたちの働きに委ねられています。消えたそうか、ゆっくり休んでくれ。じゃちょっとロトの剣を見てみましょう。どこだ、あった。お、超強えエクスカリバーより全然強いんだけど。しかも真空波使えるし。真空波ってあれだよね、テリーが使ってた真空波と一緒だよね。これで勇者も雑魚狩りに参加できるようになったんじゃないか。ここはもうこれで何にもないよね。一応右から回って何にもないことだけ確かめたら帰ろう。でユフィはブーメラン投げて、で主人公は、おお使える、ロトの剣、ほら、まあまあかな、いい感じだ90くらい当たれば全体攻撃としてはまあ申し分はないっすね。ちょっとピサロの闇の剣が強すぎるんでかすみますけど、まあそれでも全体攻撃に加わることができるようになったんで、これはでかいぞ。クラエッジャの剣で、もうユフィは完全にブーメラン投げる係でいいや。でこいつはロトの剣からの魔法、これで殲滅できるはず。いいね。こっちは何にもないかな、何にもなさそうっすね。じゃあ出ますか。一応ちょっとあそこの落とし穴的なやつを落ちていこうかな。なんか落ちた先に宝箱とかがあってもあれなんで。いやー、ロトの剣いいね、最強装備かな。ロトの剣っていわゆる王者の剣だよね。強い。オリハルコンとか手に入れなかったけど、まあそれは前の勇者ロトがやってくれたんでしょう。ここも降りて、ここだな、ここをちょっと飛び降りて、どけ、邪魔だ。 あとエクスカリバーを鍛えて何になるかだ。ロトの剣より強いもの、そうだな、思い浮かぶとしたらラグナロクとかそこら辺なんですけど、でもな、ロトの剣これがあるからな、あんまり装備を変えたくないといえば変えたくない。殴るか。結局倒せなかったな。あれ結構太もも高いもしや。あとアルテマウェポンとかも強そうだけど、上に行くためには左か、あ右か、これは、あ結局ここに落ちるのか。じゃあいいや。よーし、あとちょっと地図を見て、なんかそれらしいところ、あったな、一つの大陸に一つくらいあるかな。ちょっと寝たい気もするけど、一旦サウスフィガロへ行って、サウスフィガロの宿屋ってどこだっけ。あと不思議なダンジョンか、不思議なダンジョンも全然潜ってないですからね。今の実力があれば最下層まで潜れんのかな。ここ宿屋じゃなかった、そうだ、サウスフィガロはそういう街だった。ちょっと宿屋がめんどくさいんだ。こんにちは。で、まあセーブをしていきますか。ほい、久々にちょっと音楽変えよっかずっとアンリミテッドサガだったから。コンフィグ、戦闘音楽どうしようかな。ロマサガだな、ロマサガが好きっす俺は。ロマサガ1、
で、一旦出ましょう。ああ、ここ船じゃねえかよ、めんどくせえ。こっちから出ないといけないのか。で、ここで天魔の手綱を使って、どこ行った？あった。ビューン、ビコーンと。そういやさ、なんかここガボミいなかったっけ？すっげえ今更だけど。なんか星肉よこせみたいな。あ、いた。ガウー。ガボ、じゃねえ。星肉をあげよう。あ、ガボでいいんだ。ガウじゃなかった。キャラ被ってんな、ガボとガウって。ドラクエと FF だけど。で、今更こいつ仲間になったとこでさ、もうステータスを見る気にすらなれない。多分もうちょっと早く仲間になるんだな。ここら辺でなんか星肉手に入れられるんだな、多分。あれ、ここ違ったか。あとどこがある？こういうとこ、そ、ここだ、ここ、ここも気になる洞窟、その2。うわ、暗い。女の子いる。魔剣士じゃねえか。私は暗黒剣を極めんとする者。この洞窟に最強の暗黒剣が眠っていると聞き訪れた。お前たちも剣を求めてここに来たのか。ならば知っておけ。この洞窟には勇者ロトが封印した伝説の魔物が眠っているとも聞く。くれぐれも用心することだ。マジか。ピサロ暗黒剣極めてるよ、ちなみに。こいつなんだ、超強そうなんだけど、魔剣士。てか、暗ーい。おお、久々に音楽が変わったな。暗黒剣聞くか。聞く。真空波を食らえー。よーし、ちょっと経験値少ないかな。いや、でもロトの剣が手に入ってからだいぶ楽になったな。右側行ってないけど、宝箱があったか。ちょっとこっから戻るのはやだな。サンダガを食らえ。いや、こいつは倒せないか。そうだ、殴っても倒せないんだった。ヒットポイントあるな、こいつ。松明的なものもないしな。上行ってみようか。狭い、暗い。一体俺はどこを進んでいるんだ。宝箱があるけど。おお、いけた。今、生成かかってるっけ、この状態。ユーフィーどうしようかな。これ投げた方が強いのかな。100当たるな、あいつに。いや、でも100当たったところでな。あ、サンダガを1体にやれば。おお、倒せる。このパターンでいこう。ピサロ33。ジハード、マジか、すげえの覚えたな。源氏の鎧だ。やった。黒装束とどっちが強い？てか、いっぱいあるな、鎧。あ、源氏の鎧の方が強い。黒装束なんだっけ？あー、死と闇か。耐性があるな。攻撃力も上がるね。どうするかな。ピサロのな、神秘の鎧がな、だいぶ強いからな。ていうか、装備できねえし。こいつ何装備してたんだっけ、今まで。あ、そうだ、黒装束だ。ピサロ黒装束装備できない。じゃあいっか、これで。こういう暗いところが微妙に。おりゃー。で、水遁、真空波、これで終わりだ。
全然馬車あんまり入れるとこ少ないからな。あれこれもしや、これで終わり？下に、なんかあった。おお、いけたー。ここは絶対宝箱取り逃してるよー。おお、なんだ、隠し部屋っぽい感じになってる。暗くてよくわからん。げ、カトブレパスが、2人出てきた。これはあれだな、この鎧くんを使うか。結構ためが必要だな。いや、大田川が効くんじゃないか、もしや。165。そうだな。ん？どっちへ来てるんだ？進んでるんだか進んでないんだかすらわからん。一応いけるな。ほんといいのか？あ、なんか出てきた。これは、伝説の魔物が。おー、バラモスじゃないか。てか、セーブポイントがない。マジで？セーブポイントなしで戦うの？なんか剣がある。今、バラモスと俺は向かい合っている。こいつら、なぜ話しかけてこない？早く、俺に話しかけてくれ。しょうがねえな、話しかけてやるか。何者だ、お前たちは。さっきから前に突っ立ってただろ。我が名はバラモス。かつて勇者ロトの手によって、この、洞窟に封印されし大魔王だ。お前たち、まさかこのバラモス様を倒そうなどと考えてはおるまいな。はい。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと身の程をわきまえる者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬよう、そなたの腹渡を食い尽くしてやるわ。おお、バラモスだ、普通に。これは、命の剣でいいかな。ジハード使ってねえな、そういえば。409。まあ、普通だな。風魔手裏剣1回投げて、この後はちょっとあれだな、回復に入らないと多分まずいな。アルテマソード、ロトの剣プラスアルテマソード、487、強い。あは、流行りのメテオ使ってきた。でー、メテオプラス2回攻撃か。どうしよう、1回貯めよう。名の剣、ユーフィーの回復間に合うか。これ明鏡止水早い。1回で発動したな。もうちょっとフレア打っちゃおう。あとビビが最後何を覚えるのかがすげえ気になる。592、まあ貯めてあるからな。おりゃ、勇者どうだろうな。アルテマソードいけっかな。もう一発撃とう。くらえー、激しい炎。うわー、もうフバハ解いちゃった気がするんだけど。命の剣、一応 BB のヒットポイントがな、満タンになってれば大丈夫だ。280しかないのか、すっげえ低いな。勇者はもうアルテマソードいけんな。ガンガンくらい。おお、強い。こっちが超強い。いや、いいね。何にも持ってないのか、お前は。やったー、魔界の剣を手に入れたぜ。じゃあ帰るか。ちょっとなー、絶対宝箱を逃してると思うんだけどなー。あれ、思い出の鈴使えねえし、ここ。ふざけんなよ。げ。よくもわしを殺してくれたな。このままでは済まさぬぞ。まさかこれはバラモスゾンビか。お前たちも死者となってその罪を償うがいい。魔界の剣装備してねえし。うわー、これ、絶対バラモスゾンビだ。しかも超強そう。ゴーハー！ゾンビ化した。これはやばいぞ。マジでやばいぞ。うん、暗黒剣、いや、どうすればいい。十字架で、十字架で自分を回復させるか。ユフィもちょっと十字架で回復させて。おお、やばい。勇者ちょっと
どうしようかな、ユフィかビビか。ユフィだな、ちょっと回復役になるからこいつで一回フレアを打っとこう。これで思い残すことはない。でちょっとエクスポーション使っちゃおう。ビビはなぜかゾンビ化してないから危ねえ。で十字架打っとかないとまずいよな。死んだか。344、しまった。フェニックスのしかない。もう毎回毎回これでエクスポーション使っちゃおう。フレア、これでとりあえず全員のゾンビ化は防げたから。また使ってこないよな。一体攻撃力が超高い。明鏡止水、明鏡止水で。てかこれ闇の剣効くか、使ってみるか一応。どうだ、死んだ反撃したレイズだな。これで明鏡止水が入るっしょ。その後ピサードで自力で回復できないな。なんてことだ。明鏡止水、うわー、またダークブレス来たよー。これがな、そうか、ビビは一応なぜかガードができんな。またちょっと十字架の嵐になるな。これで暗黒剣使うとまあどんにでもならないよな。どうする、ジハード30も使うの、使って強いの。しかも一応使ってみるか回復したし、ふざけんなしかもさ、これ神秘の鎧で人々減るし、リジェネも減るのかよ。これはかなりきついぞ。ダメだな、ちょっと一回十字架使おう。痛い、死んだ。十字架使って勇者だろう。で勇者はちょっとビビを回復させよう。いってー、殴りが超痛い。ちょっと勇者先に復活させて、もうビビのフレアでなんとかするしかない。てかマジックパワーもきついな。おお162、さすがスカラがあるだけあるな。明鏡止水で生き返らせよう。先に入ってくれよ回復が。よし、うわー、いやー来た、ダクブレス。これ死ぬんだよなこれでフレア何回打った。どうする、蘇らせよう。蘇らせれば、あれ、うわマジかこれはやばいぞ。死んだ後もそうか、ゾンビ化は効いてるんだ。痛い痛い、やられた。デスルーラだな。これ魔界の剣あんの音がないんだけど。わあ、魔界の剣ないわー。金が減ってるけど、まあ、しょうがないっすね。ちょっと、まあ、死んだ感じにはなっちゃいましたけれども、まあ、なかなかいい時間なんで、今回はこれで終了して、ちょっと次はもう、あいつの目の前から、スタートしたいと思いますので、今回はこれで終了します。はい、ちょっとバラモスゾンビに殺されたところですけれども、まあ、ちょっとキリが悪いので、バラモスゾンビを倒してから終わりにしようかなと思いますので、ちょっとまたここまで来ました。で、ここまで来るのにちょっとレベルが上がったんで、まあ、主人公ですね、ベホマズを覚えました。で、さらにビビは、アルテマを覚えたんで、もうこれで大丈夫でしょう。あと一応主人公とかに、まあ、3人分ですね。
ゾンビ耐性がつけられたので、まあ、ゾンビ耐性をつけてリベンジしようかなと。じゃあ、まあ、魔界の剣を取って、行きますか。よくもわしを殺してくれたな。それはこっちのセリフだよ。チキショー、よくもわしをやってくれたな。ダークブレスなどで、ビビをちょっと外したんですよ、ゾンビ耐性。その代わりビビにスカラの、やつをつけてます。うおー、死んだ。早かったな。ベホマズに隠させよう。で、アルテマを覚えたんで、まあ、40使うんですけど、やっぱアルテマ超強いっすね。くらえ !484 で、ユフィは復活させておきましょう。痛い。早速やられたよ。まあ、ビビね、アルテマのマジックパワーを節約するために貯めてもいいんですけど、ただ貯めるとね、死ぬ可能性がかなり高いんで、これはちょっとコツコツアルテマを打っていきましょう。うおー、くらえ。で、ちょっと風魔手裏剣で回復はもう主人公のベホマズに任せます。うおー、だがこれを全てベホマズンでなかったことにする。あとベホマズンただ2回しか打てないんでね、マジックパワーの消耗が激しすぎる。なるべくダメージを与えつつ、攻撃は最大の防御で食らえ。おお、来た、ダークブレス。痛い。ゾンビ化したけどアルテマを打つ。で、ユフィで復活させて、主人公でベホマズン。よし。で、ちょっと次のベホマズンは最終手段として残しておきたいんで、ここら辺からユフィの回復でいきましょう。ベホマズンもな、すげえ連発できないっていうところがきついよな。で、リミットの明鏡止水打って、よーし、くらえ、フレア。やばい、ピサドのマジックパワーもなくなってきた。これはこっちのマジックパワーが尽きるのが先か、それともバラモスゾンビを倒すのが先か、この勝負だな。アルテマあと2回。まあ最悪魔法の節水があるんで、アルテマ1回分にはなりますからね。あー、これベホマで隠させよう。手裏剣投げて、でベホマで回復。よし、主人公351か。若干。てか、早っ、こいつ。もう回ってきた。倒せるか。明鏡姿勢打っとけばよかったかな。おぉ。ベホまでいけん。あ、待って、ベホマズンかな。ギリギリだな。ちょっとベホマズン取っときたいといえば取っときたいからな。攻撃しよう。おう、倒した。よかった。いや、ベホマズン覚えたのはでかかったっすね。地獄の爪、これはアリーナ系か。これでもう出れるっしょ。あー、出れますね、思い出の鈴で。ここのアイテムも取って、あとなんかいた6竜もいたんで、そいつも倒しときました。で、アミュレットはもういらないな。そうすると、何装備した、ブラックベルトか。ブラックベルトじゃなくてもいい気がするんだけどな。で、ユピーセーフティービット、ピサロはハヤテのリング。そうか、ビビ、そうするとなんかマジックパワーが回復する、これがいいな。で、ユピーはまあまた守りのルビーにしときますか、なんだかんだで役立つんで。で、あと魔界の剣を手に入れたんで、あ、だいぶ上がるな、奇跡の剣よりは。装備しよう。で、あとは、なんかあったかな。え、てか、イージスの盾こいつ装備できるし。マジで、ユフィは？あ、ユフィはシルバートレガーのか。ビビ、ちょっとイージスの盾装備させよう。これいいな、すげえ。まさかの。じゃあ、
これで一旦とりあえず、ラダトームでいっか。ラダトームに帰ってセーブして、今度こそ終わりにしましょう。寝よう、まずは。10円で寝れるし。あと、お金を1万円預けたんですよね。なんか死ぬかもしんないんで。はい、というところで、ちょうどバラモスゾンビも倒したところで、キリがいいので、今度こそ、今回はこれで終了したいと思います。